なんだか子供の頃に行った基地にタイムマシーンで行って、また赤トンボを追いかけたくなってしまいました。先ほどは母との思い出を少しお話しさせていただきましたので、今度は父との思い出を少しお話しさせていただきます。父は運送会社を経営していたので車が好きでした。2年ごとに新しい車に買い替えていました。今思うと贅沢だわと思いますけれど、社長として綺麗な車でなくてはいけないのもわかりますし、何より車検はお金がかかるからとずっと言われていましたので、そのことが脳内に刷り込まれてしまっていたので、そういうものなのかなと思っていました。車検の意味もよくわからぬまま時が流れ、主人と結婚して車を買うことになったんですね。その時に中古屋さんを見てくるって言われて、初めてそういう車があるのねと思ったことを思い出します。そしてほぼ決めてきたよという主人が、あとは車検だと言った時、車検、ちょっと思い出してしまったんですね。父にお金がかかるよって言われていたこと、でちょっと怖くなっちゃって父に電話して相談したんです。そしたら父がね、高いよ、お金かかるよ、だから私は車検には出さなかったって言われちゃったんですね。で主人に、本当に車検に出すの？って言ったら、出さなきゃ乗れないんだからしょうがないよって言われた時に、ねえ、新しい車買いましょうって言ったら、何言ってんだって言われちゃったっていう、そのお話をね、まだコロナが来る前に施設のスタッフさんとお話ししたら、もうスタッフさん思いっきりもうそんなに笑わなくてもいいのにっていうぐらい笑われちゃったんですね。そしてね、あの高齢者住宅の前に自動販売機がありますよね。あの自動販売機のところで話してたんですけれども、浅岡幸次さんってご存知ですかって言われて、あ、はい知ってますって、なんか浅岡幸次さんがね、自動販売機の前に立って、浅岡ですって言うんですって浅岡幸次さん自動販売機の使い方がわからなくって、そういうふうに言えばこう自動販売機の後ろから人が現れて飲み物を出してくださるって思い込んでいたんですって。もう私そこまで言ってませんって言ったんですけど、もうとにかく最後は2人で大爆笑になっちゃったんですけどね。父との思い出のお話でございました。まだまだお話は尽きませんが、お時間が迫ってきましたので、最後の歌に参ります。子供の頃はこの歌を聴いてもあまり心に響く思いがなかったんですけど、今はこうした子供の頃の父や母との懐かしい思い出が蘇ってまいります。ふるさとはどなたの心の中にもある大切な場所なんですよね。それでは最後の歌、ふるさと、お聴きくださいませ。皆様にとってふるさとはどのようなところでしょうか。ふるさとを思うとき、遠い懐かしさを感じ、得がたいもの、失われたものなどに対して心惹かれ、思いを馳せることがあります。それはかつて過ごしたふるさとをしみじみと懐かしむ気持ち、郷愁として記憶がよみがえるから。でもふるさとは永遠ではなく、時の流れとともに大きく変わってしまったり、なくなってしまうこともありますよね。私の父も妻に先立たれ、帰ることを強く望んでいた家を手放した時は、
ふるさとをなくしたように感じてしまい、心にぽっかりと穴が開いてしまったようでした。そんなある日、父は真のふるさとを見つけたのです。いつか天寿を全うし、変わることもなくなることもない、神様がご用意くださった天国という名のふるさと。そこに帰ること、それが父の新たな希望となって、今では大きな平安で心が満たされています。この父の喜びを四番の歌詞にして、ふるさとという歌のメロディーに乗せて歌ってみました。お聴きくださった皆様のお心にも平安がありますようにと願って。皆様、いかがでしたでしょうか。初めてのことで至らないこともあったと思いますし、
失礼がありましたらお詫びいたします。お名残惜しいけれどお別れのお時間でございます。またいつか皆様に喜んでいただける音楽動画を作りますので、それまでどうぞお怪我やご病気などなさらず、お元気でいらしてくださいね。皆様、大好きです。そして、またお会いしましょう。